ニュースポスト7です。迷惑系として有名なネット動画配信者への小泉進次郎前環境省の対応が神対応と話題です。この日、JR 武蔵浦和駅前での応援演説に駆けつけていた小泉氏。配信者はインターネットでライブ配信し、小泉氏との接触を図りました。演説後に駅で待つ小泉氏に、ビニール袋減らせよなどと言いながら近づいていった配信者。小泉氏にビニール袋を手渡すと、今度は同じ電車に乗り込みました。もう一枚ビニール袋を受け取ってもらうと、満足した様子の配信者。小泉氏とグータッチを交わすと、応援してます、さよなら、セクシーと電車を降り、小泉氏を見送りました。ニュースポスト7。